はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけれども、不動産先取り特権と抵当権が競合した場合、どっちが勝つんですかというところを解説させていただきます。例えば債務者 A さんがいて、 A さん建物を所有していました。この建物について先取り特権を持った B さんと、この建物に抵当権を設定してもらった抵当権者 C さんがいたというような状況です。で、不動産先取り特権については、不動産保存の先取り特権、不動産工事の先取り特権、不動産売買の先取り特権、この3つの種類がありましたよね。で、この3つの種類について、それぞれ抵当権と競合した場合、どっちが勝つのかというところを一つ一つ解説していきたいと思います。そしてこの3つについては全て登記が必要なんですね。なので、登記は備えていたと考えます。登記は備えていたと仮定しておいて、じゃあ一番最初、不動産保存の先取り特権から見ていきます。不動産保存の先取り特権を持つ人ってどんな人かっていうと、例えば建物を設計した人だったりとか、建物を建築した人ですね。この人がまだ費用を回収できていないといった場合、先取り特権を持ちます。またこの建物について抵当権を設定してもらった人もいたと仮定した場合、どっちが勝つかというと、この場合は先取り特権を持っている人が勝ちます。つまり B さんの勝ちです。登記の順番は関係ありませんので注意してください。つまり競売をかけて、誰かしらが協力します、誰かが買い取ります。その代金は先取り特権を持っている B さんから配当を受ける、その後に抵当権者が配当を受けるっていう順番になると、いうことです。で、続いて不動産工事の先取り特権と抵当権が競合している場合、これ不動産工事の先取り特権、例えばリフォームをした人です。リフォームをしたけれども費用をまだ回収できていないといった人のことを指します。この場合も同様、先取り特権を持っている人が勝ちます。これも登記の順番関係ないんですね。たとえ抵当権の設定登記が先だった、その後に不動産工事の先取り特権を登記したといった場合であったとしても、この先取り特権を持っている人は勝っちゃうんですね。先に不動産工事の先取り特権を持っている人から配当を受けることができるということです。で、続いて不動産売買の先取り特権と抵当権が競合した場合どうなるのか。例えば B さんがもともとこの建物を持っていて、この建物を A さんに売却しましたよと、売却したはいいけれどもお金をもらっていないといった場合、この場合不動産売買の先取り特権を B さんは持ちます。で、一方で抵当権者 C さんもいたと仮定します。例えば C さんが A さんに対してお金を貸しました。貸したお金返ってこないと困るから、 C さんがこの建物に抵当権を設定したと、いった場合ですね。この場合どうなるかっていうと、この場合は登記の順番で優先順位を決めます。もし先取り特権者 B さんが先に登記をしたと、不動産売買の先取り特権の登記をしたというのであれば B さんの勝ち、一方で先に抵当権者が抵当権の設定登記をしたというのであれば C さんの勝ちというふうになります。なので不動産保存と不動産工事については先取り特権者が勝っちゃうんですよ。一方で不動産売買の先取り特権と抵当権との競合の場合は、先に登記をした方が勝ちますよっていうふうにルールが異なるんですね。上二つと不動産売買の先取り特権では扱い方が違いますんで、この点ぜひ注意していただければと思います。また復習になるんですけども、不動産保存の先取り特権と不動産工事の先取り特権、ここが競合した場合は不動産保存の先取り特権の方が勝ちます。また不動産工事の先取り特権と不動産売買の先取り特権が競合した場合は不動産工事が勝ちますんで、この順番ですね、上から順に強い順になってますんで、これは覚えやすいと思います。で、この点宅建試験でも出てくる部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。